えー、それではですねただいまの説明に対してあのご質問をお受けしたいと思います。 あのウェブ参加の方は、ですねズームの Q&A 機能というものをですね利用してご質問をお願いしたいと思います。えー、なおあの、会場参加、ウェブ参加ともに質問される場合は、ですね所属とお名前を明らかにしていただきますよう、よろしくお願いいたします。えー、またちょっと時間の都合であの質問への回答数、調整させていただくことがございますので、まずはご了承いただければと思います。それでではあの初めにですね 会場参加の方からの,です、ね、あのご質問をお受けしたいと思いますので、えー、と質問される方は挙手でお願いいたします。どなたかあのご質問ある方挙手をお願いいたします。いかがでしょうかあの遠慮なくあの あの小さなことからでも構いませんので、せっかくあの秋葉課長に来ていただいてますので、どんどんご質問いただければと思いますが、いかがでしょうか。ははいじゃあすすませんこちらのの方方ででね、えー、私はあの福島県の方で 有機の里等はふるさとづくり協議会という NPO 法人の方の事務局長をしています菅野清弘といいます。えっ、ー、と今日の話の中で2020年から2030年までの間に有機農業の拡大というふうなことを進めるというふうなことが書いてありました。まさにこれはすごく大切なことだと思いますしでそこで一つ懸念されるのは どうしてもやはりあの原発事故の影響というやつで、えー、福島県の場合に退避をえ里山の広、ね、葉樹の,あの落葉樹あれを使った退避というふうなことでやるので、まあ、基本的にはあのセシウムを検査して大丈夫だというふうなことでやるわけですがあの今回のオリンピックでもまだ世界にはちょっとえ懸念するような。 声もあると言ったところなので、その辺の,の払拭の方もお願いしたいということを改めて話しお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。今あのご質あのまあご質問って言いますんご意見あった件について何かあの秋葉課長の方からコメントあれがお願いいたします。 今のお話については、まあ、あの私もあの園芸作物やってるときに、ちょうど風評被害の最もひどい時期にやっていたということもありですね、あの本当に身にしみて、各国の方がどう考えているのかということをあの思うんですけれども、このオリンピックでもいろんな話がありますで。これについては、そのレベルを問わずですね、まず海外との間だと、 その会話対話を進めると、対話を進める、食べていただく、でオリンピックの,あの食事の場でもですね食べていただいてますあの、ポジティブな発想、これが科学的な根拠だけではなかなか納得してくれないというところどうしていくかというのは、これ本当に末永くですね、まあ、末永くしないで済むようにしないといけないんですが、あの対,外対外的な意見交換をしっかりしていくと。でこれ国内でも 同じことが言えるわけでございますので、えー、とそういったことの情報発信をですねしっかりしていくということとあとはあの今おっしゃられたその広葉樹のその堆肥の原料についてここがですね最後の最後に残ってきてますあの山菜の類もそうですしあるいはその長寿もそうですしあの臨地のですねこのセシウム問題というのはあのこれは まだなくなってないものとして考えなくちゃいけないので、そこの対策という点で我々も考えていかなくちゃいけない。そういったことをちょっと複合的にですね、農水省としてあのずっと進めていくと、強く進めていくということであるので、あのしっかり対応していきたいと思います。はい、ありがとうございます。えー、その他、あのご質問のある方、お願いいたします。あ、後ろで手を挙げていらっしゃる方お願いします。 宮城県仙台市で、あのー、農,農薬とカマキリを使わないで米作りそれから野菜作りしている、えー、遠藤環境農園の遠藤と申します。えー、っとですねまあ素晴らしい有機農業に力を入れるという国がねすば大変素晴らしいことだと思いますがなこれの促進策ですね今環境直接払いとかってありますけれどもなんかこれを有機農業をもっとこう 拡大するために国としてどのような具体的な促進策があるのかお聞かせいただきたいと思いますはいありがとうございます有機の促進策ということで秋葉課長お願いいたします、はい、えっと何点かあるのですけれども一つは、えー、かなりですね先ほどちょっとデータあのお見せしましたけれどもご説明しましたけれどもその有機については 爆発的にということではないですが、かなり広がってきている状況はあります。でこれ、かなり敷居的にはです、ね、低くなっている。これ、ちょっと載せてないですけれども、新規収納者の方ですね、えー、実は2割ぐらいの方は勇気あるということで、勇気始めてると、最初から勇気をやりますと。昔的な言い方をすると、通常の観光栽培をしっかりやった後になかなか勇気難しいからということ。 言われるわけですが、今はそうじゃないですね。有機からスタートしたいっていう人がいて、それを受け入れる農家さんも出てきているということです。で、ま、えー、あの私千葉のサムってとこなんですが、近くで結構有機やってる人がいてですね、もうニンジンとかですね、普通に有機やってる人で、普通の観光栽培でも免修理を取ってる人なんかもいると。それぐらいちょっとこなれてきてます。そういった人たちがどういう技術を使っているかということをちゃんと可視化して。 説明できるようにして横展開するそのために、まあ、ありでいえばそういったことを促進するためにその使えるお金を支援するそういったことをですね考えないといけないということを思ってますもう一気に横展開できる筋をあの数字が出てきているということですえっ、ー、とそれからこれは今模索しているところですけれども有機の方いろいろ話を聞くとですねやっぱりその周りでですね、えー、非常に 嫌がる農家さんもいいらっしゃいますでこれ行政の人に聞くと「いやそんなの相手できない」とはっきり言うあの役場の人もいらっしゃると、ね、例えばその草をある程度下に生やしながらえそれで要は生態系管理をすることによって病害値を減らすっていうことは科学的にはすごく合理的なんですけれどもあいつのうちは草生やしてるから 全然管理がなってない。で、そういったことを1対1でやり取りしているとなかなかうまくいかないので、じゃあぜひこれは自治体レベルの面的に点じゃなくて面的にそういう行動、動きをしている人をフォローできるような体制、まあ、これはちょっと制度のことなんかでですね、これは法律とかのレベルになってくるんですが、そういう支援策もできないかということを考えていますで。最後は やはりあの日本の場合ですと、そこにお金をプラスアルファかけて買ってもらう人を増やさなきゃいけないので,です、ね、これはあのかなりいろいろな手数が必要なんですが、消費者に対してどうアピールして、えー、そういった配慮して作られたものを少し値段を高くして買っていただく環境を作るか、その今、ちょっと3つあの代表的なものをお話ししましたけれども、そういったことを今現在、進めようとしているところです。 はい、ありがとうございました。その他会場の方でご質問のある方お願いいたします。挙手挙手でお願いいたします。どなたかいらっしゃらないでしょうか。よろしいですか。よろしいですか。あのちょっとあのウェブでもご質問 いただいている方がいらっしゃいますので、まずあのちょっとそちらの方あの読み上げさせていただいて、えー、秋葉課長の方にお答えいただければと思います。まずあの、えー、と藤原さんという方からいただいているいものでございますが、あの A の型太陽光発電の ソーラーシェアリングのです、ね、展望について質問しますということであの、現在の運用面積と将来の目標数値、また普及促進に向けた施策についてあご説明願いますということで、何かあの今あの、手元でご説明いただけるものがあれば、あよろしければ、秋葉課長、お願いいたします。 この資料の中にははっきりとは書いてないんですが、再生可能エネルギーを使っていきましょうということはちょっと書いてある場所があるんですが、あのー、今、太陽光の話の中で、いわゆるそのソーラーシェアリングということで、あのー、農地で,です、ねまあ、これ一時転用しながらあの太陽光、あのー、パネルを植えていくというようなやり方なんですけれども。えーと どう注目しているか、注目度合いがどうかといえばですね、非常に注目はしてます。非常に注目をしてます。あの、今まさにエネルギー基本法の議論をしておりますけれども、これテレビでもかなり大規模に出てましたけど、再生可能エネルギーは現状よりもですね、ずっとアップして3トと、今の倍ぐらいにしなきゃいけない。じゃあその計画どうやって進めていくか。えー、風力発電、洋上風力、陸上発あの風力、 等々、えー、含めてその中の一つに太陽光があるんですけれども、えー、私農水省の考えとしてはこれは農地で使うということであればこれ農業と、えー、進める農業をするとでそこで太陽光を太陽光パネルを上あのあのはめていくということで、えー、と結果的にそこの農業,農業地域のその収益なり えー、活性化が図れるってことが非常に大事だと思っているのでそこがバランス取れて進めていくってことがまず第一前提でございますそれが第一です。それはすごく進めるということではなくてみんなで調和が取れて合意が取れて、えー、と農業も含めて進行できるってことがまず一番大事だというふうに思ってますで、その上でなんですが今後その化石燃料を使わないで えー、例えば今の太陽光パネルの話ですから電力ということになりますけれどもこれを使っていくということは極めて大事な問題になってきます。でそうすると、えー、今までですと、えー、東北電力さんの方っていうのはちょっと私はあんま詳しく分かんないんですが、あのー、やはりその売電していくフィットに乗っていく売電していくっていうことはおのずと 多分限界が出てくるんですね。電気、えー、発生して売ってくるってことは、です、ね、おのつと限界が出てきて、やっぱり農村部っていうのは、地産地消していかなくちゃいけないというふうに思ってます。これ非常に大事です。これあの、バイオガスで発電するものも一緒なんですけれども、そう考えると、やはりその地元で発電したものを売るっていう、売電するってことじゃなくて、その地域で使うための技術開発なりが非常に必要だと思っていて。まあ例えば えー、蓄電池ありますこれ今話題になってます、売ってますけれども、1個200万ぐらいするということで,で、これも回数が制限されちゃう、あの放電と蓄電とですねあの、回数が制限されちゃいますが、こういったものが安く普及してくると、農村部で全く違う世界が出てくるんじゃないかというふうに、えー、と思ってます。で,ですので、えー、これは農地の上、それからこう、あのー えと再生が難しい農地であってもいいんですけれども、えー、作った電力をどれだけ地元で回せるか、地産地消できるかってことが大事だと思ってます。で、ここはあのいろんな人たちが技術開発しているので、ぜひこれは各地域で取り組んでいただきたいというふうに思っております。で、あと最後に1点、の A の型の太陽光パネルあります。何メートルか高いとところで,で最近だと下に 少し中規模のトラクターでもどんどん中入れるようなものが出てきてますので、そこでどういうその営農ができるか、この地域だったらどんな作物 OK かなとか、そういったことは、実はぜひですねあの、現場の普及の方とかにもですね、研究していただいて、でえー、良い事例をです、ね、作っていっていただくとあの、いろんな気づきが出てくると思うので、そういった展開はぜひしていただきたいというふうに思っております。 少しししああっっっちちたたたりこっちりたりこしまましけど以上ですすがとうございますあの、えっと、もう一つですね、ウェブの方でご質問いただいているので、ちょっとあのそれを最後にあの質疑応答を終えたいと思うんですけども、さ、えっとみさんという農業をやっていらっしゃる方ですね、果樹栽培をやっていらっしゃる方からの,あの、えー、ご質問でございます、えー。温暖化が進み、農薬の使用量が増加傾向にある中で、使用量を低減することが難しい状況にあります。 地域では高齢化が進み大規模化できない状況であり農薬の使用が作業の効率化につながっていますかなり難しく感じますが果樹関係に詳しい秋葉課長に技術的に可能かご質問いたしますということでございます果樹のことですねよろしくお願いいたします おっしゃる通りでございまして、有機農業、例えば有機農業ということになると、最後に一番難しいのは果樹になるということは、これはもう確実だと,、えー、と思います。で、これは生育ステージにおいて本当に、あ,のー、あれですね、数十回の場合によったら、防除しなければいけないという作方になってるんですけれども、一方で、それだけの農薬をこれからずっと巻き続けると、SS 何回も巻いていくということを続けていくことが、 それが効率的な農業であるとはやはり思えないというところがあります。で、ただ、今現在できないじゃないかということなんですね。で、効率的な農業をするためには、効率的な防除を、防除回数も含めてですね、しっかり農薬をまくってことが一番良いということが今の現状だと思います。で、したがってですね、ここちょっとなかなか難しいところはあるんですけれども、ここは科学の力を取りながら、えー、これは、 えー、野菜でも四国作でもそうなんですけれども、まずは一番近い世界としては、AI の力も借りないといけないんですが、防除をできるだけ予防的なものをなくすってことなんですねこ。これはかなりちょっと思い切ったことを言っちゃってるんですけれども。えー、予防的にこの あらかじめある気温だとかある環境条件になったらば病気が発生する確率が極めて高いで、予察をするとその地域のどこかで出ているということになると当然そこじゃよしじゃあみんなでやるぞと言って県の中で一斉に防除するっていうそのアラームが出たりしますよね。でそれでまず巻きますってことがあるんですけれどももっとミクロにですねその個人個人の補助あるいは地域でいいんですけれども。 発生の予兆をできるだけ細かく最初に見つけられてそこをポイント的に抑えるということということがこれは野菜でも家事でもそうなんですがまず入り口論だと思います。でその後はですね病気あるいはあの病,、まあ、病害虫、虫でもそうですけれども発生の基礎についてさらに研究を進めた上で1、えー、つは まあこれもですね、あのいろんな遺伝資源をフル活用しなければいけないんですけれども、えー、病害中に、その腫瘍病害に対するその抵抗性がある育種をするということが1つ、えー、それから、えー、まあこれ、生物農薬も含めてなんですが、農薬の種類を農家の方が、要は水に溶かしてまくということではなくて、違う手法の薬に変えていく。 でここは農薬の開発の方になります。これ、世界的にそういう動きがありますけれども、要は新しい農薬を作るということです。でそれから、これもう農薬ってことじゃないんですこれ51ページに載せてますけれども、あのバイオスティミュラントとかですね、これ、あのいわゆるこの資材の類なんですけれども、その農薬ではないが、えー、そういった資材を静、ま、養することによって、病気が、えー、出なくなる。 ようなもの新しい資材ということになりますが、あのこういったものをですね作っていくということをしなければいけない、非常にあのハイテクな分野になりますけれども、そのできるだけ発生を早めに見つけて対処をするということと、それからあとは資材を、新しい資材を何とかして作っていくと、まあ、あ RNA 農薬というものもあります、まあ、ちょっとワクチンみたいな感じに見えますけれども、こういったものも実際に技術的にはできつつあるので、 こういったものをフル活用していくということで、最終的には2040年までにはですね、そういった技術開発ができて、2050年には今のご質問についてですね、ちゃんとお答えできる準備ができるようにしたいというふうに思っています。